これは本当に僕が騙されたマジックです。マジシャンが一番こう騙される、あ、こんなことで騙されるんだっていう、とても不思議なので、僕見た時本当に騙されました。これ絶対僕騙されると思うので、もうすごいおすすめなんですけど、この中に全部秘密が隠されてます。これがあればできます。ご覧ください。今日はカードマジックやりたいんですけど、じゃあお手伝いしていただいてもいいですか。お願いします。お願いします。じゃあね、どれでもいいですから1枚お好きなの選んでください。はい、それでもいいです。それでいいですか。はい、あ、いいですよ、いいですよ。よーく見てください。はい、わかりました。はい、はい、入れときましょう。はい、上からギュッと押してください。 OK です。そうするとね、なんと1枚だけほら赤いのが出てきます。はい、さっきのカード何でした。スペードの5です。スペードの5、お客さんのカードだけが赤くなっちゃいます。ただこのままじゃ使えないですから、ギューッとするとちゃんと青にね、戻すこともできるんです。で、今度はね、ちょっと変わった感じでやりましょう。5枚出します。はい、1、2、3、4、5。この中で、じゃあどれでもいいです。心の中で1枚で、あ、見えてるから見えないにしましょうか。これなしにして、はい、ね、見ないで、これね、1、2、3、4、5、誰にも見えないように、じゃあまず指さしてください。はい、僕横向いてますからね。はい、で指さしました。はい、そしたらそのカードを自分だけでよく覚えてください。見ていいですか。はい、はい、覚えました。覚えました。 OK です。そしたらば混ぜちゃってください。ごちゃごちゃに混ぜていいですか。はい、じゃあ混ぜます。これ自分しかわからないですよね。はい、そちら向きますよ。はい、この中のどれか1枚を選んでいただいてます。はい、心をね、真っ白にしてください。はい、いいですか。中に入れましょう。こうするとね、よいしょ、上からギューッと押してください。ギューッと押します。今僕が適当な感じで5枚出しました。はい、その中から全く自由に1枚選んでいただきました。はい、1枚だけ、1枚だけ、お客さんがどれを選んだかわからないのに1枚だけ赤いカードがあります。ちなみに何でした？ハートの3です。ハートの3、ぴったりです。いやー、これ本当に騙されました。僕本当に騙されたネタなんですけども、この動画、割と正直にやってますので、ちょっと伝わりにくいかもしれないですけど、ライブでやるとものすごい不思議に、伝えることができるんですね。で、なんでこれ、この商品っていうのは、デックだけじゃなくって、動画も見れるような形になってるんですけど、その動画の中で、どうやったら不思議に見えるか、このマジックだけじゃなくて、マジック全てに関して、どうやったら不思議に見えるか、より不思議なマジックをやることができるのはネタだけじゃなくって、その演出だったりとかって、そういうことも含めてお話しさせていただいてますので、ぜひご覧いただけるとありがたいです。よろしくお願いします。